皆さんこんばんは、ゆっくりです。今回は岡山を通過する貨物列車を中心に撮影したいと思います。今回は前編後編の2部構成です。ゆっくり見ていっていただけると幸いです。それでは行きましょう。シュシュポポ。9時52分の琴平行きの列車に乗ります。坂出駅を目指します。国分駅を出発しました。今回のお目当ては EF66 天気機関車の100番台、通称サメを撮影しに行きます。坂出駅に到着しました。これからマリンライナーに乗り換え岡山駅に向かいたいと思います。今から今年2回目の瀬戸大橋を渡ります。ちょうど1週間前ですよね。ですね。
岡山県に入りました。岡山機関区があります。さあ、まもなく岡山駅に到着です。リバイバルヤクモの航空鉄色です。そして今日乗ってきた快速マリンライナーです。17時7分発特急稲葉です。お、113系の同時入線です。本日最初の貨物列車です。これからどれだけ貨物列車を撮影できるのでしょうか。何本走るんでしょう。113系と115系の電車の違いが最近ようやく分かりました。行き先幕が電子幕になっている方が115系電車です。だから岡山駅で見るアンパンマン列車って新鮮です。こちらは115系電車です。お、特急ヤクモです。在来線に移動します。このカラーリングはゆったりヤクモのカラーリングです。なんだか雲行きが怪しくなってきました。お、スーパー稲葉が来ました。しかも3両編成です。四国でなかなか見れない新塗装車両が頻繁に見る。さすが桃太郎の部屋元です。11時57分、特急ヤクモが運用に着くために入線します。300番台です。しかもゾロ目です。
内では見ない長さの貨物列車です。長すぎますね。特急しおかぜ8000系特急電車がやってきました。213系電車です。初代マリンライナーに使用された車両です。この C07 って何なんでしょうね。車両の識別ですか。やった、今度は旧塗装です。これも旧塗装です。回送列車の113系電車が来ました。後編に続きます。お楽しみに。